今日は日本のコロナ感染の波についてお話ししたいと思います。2020年から2022年までコロナが始まったのが2020年の当初は武漢、中国の武漢発のコロナでしたが、その後欧州系が入ってきて、そしてその感染の波の第一波ができましたね。そこで、2020年の4月の7日から緊急事態宣言の第1回目がなされました。それからコロナは一旦収束してまた第2波を迎えて、この2020年の合間にコロナで亡くなった方は3466名と言っております。で、その期間に亡くなった交通事故の死亡者数が2839名ですから、まあ、交通事故死亡者を以上の人が亡くなりになってますね。それから2021年に入りまして、また第3波が来まして、そのコロナの種類はまた違う種類が変異株が入ってきまして、1月の8日から緊急事態宣言、2回目がなされたんですね。そしてそのワクチンがその2021年の2月の17日ぐらいからワクチン接種が、まあ、開始されましたね。そんなことで、次に、第4波のアルファ株というのが出て、まあ、緊急事態宣言の3回目がなされて、もう緊急事態宣言の1回目、2回目、3回目ということで、国民経済は非常に大きな打撃を受けましたね。そしてそのコロナ感染の波は一旦落ち着いて、東京オリンピックが7月の23日2021年行われましたが、東京オリンピックが終わった後、今度はデルタ株がですね来て、また第5波と、そして2021年の暮れに向けて下降線をたどったんだ。ああ、これでもうコロナは収束するのかなと思ったら、また2022年に入って第6波、今度はオミクロン株という、まあ新しいのが出てきてですね、そしてまあ現在2022年の4月へ来てるわけですが、現在まあ少しその第6波のオミクロン株の頂上に比べてみれば下降線にあると。そこで政府は2022年の3月の21日まん延防止等重点措置を全面解除しましたね。そして人の流れが少しずつ戻ってきております。この間2020年、2021年、それから2020年の春4月まで非常に外出制限はじめですね、飲食店が利用できない、旅行は制限される、国民経済は非常に大きな打撃を被りましたね。今日使っているこの表は、2022年4月の22日朝日新聞の、まあ、日本のコロナの国内の新型コロナ感染の波と流行した主な変異株と出来事という記事のこのグラフを利用させていただいております。まあ、これを見ると日本におけるコロナの感染の歴史の概要の概要が、まあ、わかるんじゃなかろうかと思います。それで、まあ、この突端は中国武漢におけるですね、コロナの感染というものが日本をはじめ全世界へ回って、特に欧州、米国欧州においてはもう非常に多くの死者数を出すという、まあ、今まで経験したことのない21世紀に入ってのコロナ感染でしたが、その状況は現在もまだ続いておりますので、状況を絶えずウォッチする必要があります。ここで2年ちょっと過ぎましたので、日本のコロナの感染の波というものを振り返ってみました。
それで政府によると、この2020年、2021年の2年間におけるコロナによる死亡者数というのは1万8400人とこう言っておりますので、2020年が3466名ということは、2021年はだいたい1万5000人ほどが、まあ、コロナで亡くなっているということが言えるのでなかろうかと思います。日本全国でですね、2021年は145万人の方が、このコロナの死亡者も含めてですね、病気だ、交通事故だ、自殺だ含めて、年間145万人という人が死んでおります。ですので、まあ、コロナもそうですが、病気にならないような免疫力を高める普段からの努力が大切なんだなという具合に思います。今日はコロナの感染の波が第6波までこの2年間ちょっとの合間にあったと、それから3回の非常緊急事態宣言がなされたということで、まあ、皆さん、この2020年、2021年、現在までのですね、コロナの感染の波というものを振り返ってみたらいかがでしょうか。情報としてお届け申し上げました。